染色体を可視化するために、ヒストン H2 バイト GFP を向上的に発現するヘラ細胞を、ローダミンの蛍光色素を結合させたファロイジンによる着色で表示された細胞基礎におけるカイアクチンの分布。カイアクチンは赤で、ヒストン H2 バイトは緑で表示されている。左側の細胞は、染色体凝縮が展開中の有意と分裂の様子であり、 右側の細胞は、有意と分裂前の待機中の状態である、寒気における様子である。どちらの場合も、カイアクチンは、細胞周辺に濃縮されている。細胞皮質、または、細胞皮層は、細胞膜の内面の細胞質のタンパク質にある、特殊な層のことである。アクチン皮質や、アクトミオシン皮質とも呼ばれる。細胞膜の可動性と細胞の表面に関する、 特性の変調器としての機能を持つ。細胞壁をかくほとんどの真核生物の細胞では、皮質は、カイアクチンのフィラメント、ミオシンのモータータンパク質及び、アクチン結合タンパク質で構成されるアクチンに富んだネットワークである。アクトミオシン皮質は、細胞膜に付着している ERM タンパク質と呼ばれるフィラメントと、細胞膜を加強しているタンパク質を介して、 細胞の形状制御において中心的な役割を果たしている。皮質のタンパク質の構成要素は急速にターンオーバーして皮質を機械のように固く高度な過疎性をもたらす。その二つの特性は皮質の機能に必要不可欠なものである。大抵の場合、皮質の厚さは100ナノメートルから1000ナノメートルまでの範囲内である。一部の動物細胞では タンパク質のスペクトリンが皮質に存在する場合がある。スペクトリンは下強アクチンフィラメントを通してネットワークを結合することに役立っている。スペクトリンとアクチンの比率はその細胞の型によって異なる。スペクトリンのタンパク質とアクチンのマイクロフィラメントは膜を透過する細胞膜に付着して膜の内外を行き来できる。スペクトリンのタンパク質とアクチンのマイクロフィラメントが 形成した網状の構造体が重合と脱重合、お及び分岐による改変を繰り返す、細胞内の形質膜の内側の細胞質基質に、接する面に、細胞皮質は付着している。多くのタンパク質は、アクチン重合の役割を担うフォルミン、アクチンの分岐とキャッピングタンパク質を生じさせるアープ、2、三副交体を含む皮質の調節と変遷過程の管理に関与している。 皮質の細胞骨格について、いかにフラクタル構造などの非常に複雑な網目構造が形成できるかは、アクチンの分岐プロセスとアクチン皮質の密度がどの程度かによって左右される。特殊な機能を持つ細胞は、通常、非常に特異的な皮質アクチン細胞骨格を特徴としている。例えば、赤血球では五角形または六角形の対称性を持つ二次元。 過強男性ネットワークで構成された細胞皮質が細胞膜につなぎ合わされ、主にスペクトリン、アクチン、アンキリンによって形成される。神経繊維では、アクチン、スペクトル細胞骨格が周期的なリングの配列を形成し、生死の弁網では、螺旋構造を形成している。植物細胞については、皮層とは、茎や根の表皮と中心柱との間の部分を指すが、 内皮の細胞壁には高等植物の目下に関与するリグニンや組織への水分の透過を防ぐスベリンを蓄積するカスパリー線があって細胞皮層は形質膜の下にあるこれらの皮層微小管により補強されている。これらの皮層微小管の向きによって細胞が成長するときに細胞がどのように伸長するかが決定される。ありがとうございます。